トレーニングで使い切った分補給しねえとな。陸上部だけど復活早々山内のやつ降ろされたって。武石の親が PTA 会長だって知ってるっけ。あいつが親にいろいろ吹き込んでな、スカウト選手なんて許しませんと他の親御さんと直談判したそうだ。山内どんな顔してたんだろう。学校側も PTA 会長は無視できないってわけ。結果陸上部は復活、顧問は臨時で前の監督になったって話。いい君だ、スカッとしたぜ。あいつらなら陸上でいいとこまで行けるかもしれねえ。おお、ラーメン伸びちまうな、食おうぜ。うー、食った食った。本当はさ、ずっと怖かったんだあいつらと向き合うの。てめえのバカさ加減思い出すし、あいつらの軽蔑の眼差しとか、何より居場所をなくしたこと、ずっと忘れらんなかったからさ。こういうの柄じゃねえし、なんて言っていいかよくわかんねえけど、お前がいてくれたから俺は変われた。ごたごたに巻き込んじまったけど、お前最後まで付き合ってくれたよな。俺を見捨てなかったよな、ありがとな。不思議だよな、怪盗団のために体鍛えるっつう話だったのに、なんでこうなっちまったんだか。けど次は俺の番だ。これから先何かあったら言えよ。今度は俺がお前を何があっても助けてやる。我は汝、汝は我、絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らう。今こそ汝、戦車の究極なる飛翁に目覚めたり、無人の力を汝に与えん。よしよし、知るぜ、俺の新しい力。よし、さてと吹っ切れたからにはバリバリやるぜ。まずは怪盗団からだ。頼りにしてるぜリーダー。だから俺のことも頼れよ。さて充電も完了したことだし、駅まで走るか。お？
もちろん。意外とすぐ乗れたね。ああ、もう、おし、昔志保と会って救われた時にね、思ったの。出会いは宝物。私もう逃げない。自分にちゃんと向き合って、今度は誰かを救ってあげたい。でもまだちょっと不安だから、君にも手伝ってほしいな。うん、だから君も私を頼って。うんうん、なんかようやく君と同じとこに立てた気がする。君と出会えて本当によかった。我は汝、汝は我。汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたる。絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らう。今こそ汝、恋愛の究極なる秘王に目覚めたり、無人の力を汝に与えん。よし、よし、よし、これからもちゃんとそばにいてね。うん、嬉しい。ご乗車お疲れ様でした。まもなく乗降口に到着します。あ、もう終わり？観覧車なのに景色全然見なかった。君ばっか見てた。降りる前に一個くらいカップルらしいことする？って一つしかないよね。目って閉じた方がいいのかな。
まだまだ未熟だが、ようやく満足できる絵が描けた。そう、これが本当の人間の心だ。タイトルは欲望と希望。どうだろう。前の絵に足りなかった部分を描き出した。この光はお前たちだ。タイトルでは希望、でも俺の中ではもっと明確な存在だ。こんなことに今まで気づけなかったとは。おお、あなた、いい絵だ。え、この前見たく、むやみに木を照らっているわけじゃない。同じ絵でこうも変わるものか。これが君の出した答えかね。そうです、欲望と希望。なるほど、微臭どちらも合わせ持っても人間だな。君は理解したようだね。あなたは一体。すまない、君に喝を入れるつもりとはいえ少々乱暴だった。でもこうでも言わないと君の闘争心には火がつかないと思ってね。でもどうしてそこまで。一体何が目的なんです。同じまだらめの呪縛から解放された者として何かしてやりたかった、それだけだ。え、以前私がまだらめの客を取ったとかで目をつけられてな。個展を開こうにも会場は貸してもらえない、支援事業も立ち行かず、新さんをなめたよ。そうだったんですか。そう、人の心は様々な欲望にまみれ時に黒く塗りつぶされてしまう。でも君にはそこから目をそらさず立ち向かう強さがあったようだ。もしその強さがあいつにもあったなら。私とマダラメとの付き合いは長くてね、画学生の時から同じ画塾で講師もやった。昔はあいつも気概があってな。いつか自分の腕で画壇の頂点を目指すと。だが画壇なんて所詮権力争い、うまく立ち回った者勝ちだ。私たちの心もこんな風に黒く汚れていった。しかし人の心は不思議だ。白と黒ではっきり分けられない。子供嫌いのあいつが君を引き取ったと聞いた時はびっくりしたよ。疎遠になる少し前のことだ。子供が熱を出した、休日で病院も閉まってるなんて大慌てで電話してきたもんだ。そんな、先生が。ああ、私はもうこの世界から私のような敗者もあいつのような間違った強者も生みたくない。そのために支援事業を始めたんだ。どうだろう、うちの出資を受けてみては。もちろん強引なプロデュースもなしだ。本当にありがたいお話、ご厚意感謝します。ですがお断りします。なぜだね。俺はまだらめとは違います。俺は欲望には染まらない。だって希望が見えているから。迷えば手を差し伸べ、間違えばいさめてくれる。そんな希望の光が彼らがいれば俺は大丈夫です。まったく、あいつの目利きは大したもんだ。変わった人だったな。赤の他人のために身銭を切る、なかなかできることじゃない。少しもったいないことをしたかな。だがこれで良いとも思っている。我ながら矛盾してるが、これが心なのだろう。
もしれない。やはりこれこそが俺の描くべきものだ。きっと俺に付き合うのはさぞ面倒だったことと思うが、なぜだろうな。お前は最後まで俺を見捨てないと思った。本当にありがとう。我は汝、汝は我。絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らう。今こそ汝、皇帝の究極なる非業に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。よし、よし。俺に宿るペルソナ、新たな力に目覚めたか。よし。スランプを抜けたからには書けなかった分を取り返さないと。改めて俺はお前に誓おう。お前が何かにつまずいた時には必ず手を差し伸べると。さあ行こうか。心ってものをもっと知るためにも今は怪盗家業に励まなくちゃな。実は英子と仲直りできたの。本当はうすうす気づいてたけど、彼のあんな姿見てようやく目が覚めたって。うん、事件に巻き込まれなくてホッとしてる。彼女あのバイトも辞めたわ。将来のこととかわからないけど、目標を見つけるために大学に行くって。だから今は勉強に専念するみたい。私ももう一度本気で勉強することにしたわ。ううん、そういうのじゃない。他人の評価を得るためでも自分を優秀に見せるためでもない。私が勉強するのは自分の夢や目標を叶えるため。その目標が分からなくなって迷いもしたけど、あなたのおかげでようやく見えた。私の夢は警察官僚よ。そのために私は勉強する。そうね、学歴も最上位を求められるわ。今回のホストもそう。この国には表沙汰になっていない事件が山ほどある。違法スレスレの卑怯なやり方で人の心につけ込んで食い物にしてる悪党。お父さんが命を懸けて追っていた組織もそう。私はそいつらを決して許さないけど、それを成し遂げるには私一人じゃ無理。だから組織を動かせる官僚になって無法者を根絶して被害者を減らしたい。そう言ってもらえると嬉しいな。それが私の目指す正義だし、お父さんの意志を継ぐことだって思うの。勉強の意味を勉強以外のことで知るなんて不思議ね。付き合ってくれてありがとう。お堅い会長のお守り大変だったでしょ。なんてね。でもあなたに頼んでよかった。これからもっと違う世界を見られる気がする。きっとできるわ。あなたがそばにいてくれるから。我は汝、汝は我。汝ここに契りを血盟の絆へと転生せしめたり。
絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時女教皇の究極なる非業に目覚めたり、無人の力を何時に与えん。よしよし、私の成長した、ううん、新しくなった力。よし、もちろん私のことも頼ってね。対等に付き合っていきたいから。さて、夢を叶えるにはまず志望校に合格しなきゃね。解答をしながら警察になるために勉強するなんかおかしいね。分かってるって。闇に隠れた悪を暴く。警察でも解答団でも私の目的は一緒よ。それでなんだけど、あの今日は知識のない方の勉強をあなたとできたらいいな、なんてダメかしら。一緒にいたい。夜までまだ時間あるよね。狭い部屋だから、これは不可抗力だから許されるべき。あ、離れて行動できるようにするの課題。狭くてこれ以上離れられないわけである。でもこの間初めて一人で秋葉原に買い物に行ってきたし、人混みで気取って手のひらの汗やばかったけど、ちゃんと回ってこれた。買い物した証拠はそれ。つかそれ敵やばくね。超可愛くね。前髪だるくないし、謎の腕輪とかないし。とにかくこれで達成だよね。歩くのちょっぴり楽しかったで、だから今近くにいるのはその仕方なくてなの。じゃあ約束ノート全部できた？全クリ？やった、コンプ。右上にトロフィー出ちゃった的な。それでその別に私は資格 OK？ 許可したな。もう撤回はなしだからな。はあ、なんだろう、見慣れた部屋のはずなのに今までと違って見える。ううん、ここだけじゃない、世界がね、どんどん広がっていくの。毎日いろんな発見がある。宗次郎の寝癖の向きとか、四茶の街並みとか、コーヒー豆の種類。世界は昨日と同じように見えても毎日少しずつぐるぐると変わってく。頭では知ってたよ。でも自分もその中にいるんだって
感じたことはなかった。私もみんなと一緒にちょっとずつ変わっていきたい。うん、あのね、かなちゃんなんだけど、バイト始めたってメール来た。コンビニで働いてるみたい。高校生と同じことできたって喜んでた。でな、バイト代で参考書買ったって。高校受験するって。かなちゃんも新しい世界に出ていこうとしてる。切磋琢磨な。でさ、約束ノート全部できたら確かご褒美くれるって約束だよね。さすがジョーカーだ。でもね、秋葉行った時、実はそのつもりでお店見てきたけど、どれも違った。もちろん欲しいものはいっぱいあったけど、自分が頑張れば手に入るものばっかり。私は自分じゃ手に入らないものをもうもらったし。そんなことないって。ううん、うん、そっちこそ忘れてる。私一番最初からすっごい大きなものもらってるんだよ。命をもらった。ありのままでいいって教えられたし、お母さんを信じろって教えられた。死んでた私が生き返った。だから私、怪盗団で恩返ししたい。っていうか私変わったの。見つけちゃったの。もう自分のためじゃ一番の力が出ない。仲間のため、ジョーカーのためって思うと知らなかった力が溢れてくるの。我は汝、汝は我。絆は反逆の翼となりて、魂のくびきを打ち破らん。今こそ汝、忍者の究極なる秘宝に目覚めたり。無尽の力を汝に与え。よし、命をもらったんだから私も命かける。何でも言って。ピンチの時は絶対助ける。本当だよ、任せて。そしてご褒美の権利を手放すとは一言も言ってない。じゃあ今度は離れる訓練じゃなくて、離れなくてもいい権利欲しい。離れたくない時は離れなくていい権利。あ、本当？怪盗だけじゃない、生きる理由だってもう同じでいい。ううん、同じがいい。あったかいな。なんか、なんだこれ、涙出てきた。わけわかんない。権利だし、私がいいって言うまで話したらダメだぞ。まあ、一生言わないけどな。今日はちょっとぐらい遅くなってもいいよね。
味に深みがあります。ジョーちゃん、コーヒーにハマってるらしいな。おじさまの入れたてが飲みたくなったもので。ああ、嬉しいこと言ってくれるね。こいつの部屋だろ、持ってあがんな。お言葉に甘えます。俺帰るからよ、店閉めといてくれな。会社の件は会議に私も参加して思いを真剣に伝えてきた。チェーン店の構想だけじゃなくて会社の今後についてやお父様のことも。鬱陶しそうな顔の人もいたけど最後にはしっかり聞いてくれた。緊張して気づかれしちゃった。要人のお相手する機会はよくあったけど本音をぶつけたことなんてなかったから。経営陣の皆さんとお話しして奥村フーズは全部任せることに決めた。どのみち私が仕切れるものじゃないもの。世間の批判を真摯に受け止めていたし信頼して大丈夫だって思えたの。それで私の将来の目標なんだけど、小さな喫茶店を個人で開こうと思うの。コーヒー豆からサラダまで全部自家栽培、こだわりたいの。どうかな、おじいさまがやっていたような愛されるお店。ここも雰囲気が似てるかな。ありきたりな夢よね。でもあなたに言ってもらえるとできる気がする。お店は卒業してすぐなんてつもりはないの。一時のやる気だけじゃ道楽だもの。勉強して腕も知識も磨かなきゃ。いっそルブランに弟子入りしようかしら。泣き疲れて止まった翌朝のコーヒー、身に染みて美味しかった。ああいう思いをしてもらえるお店を目指したいの。実際叶えるのはすごく大変だと思う。でも小さい頃からの夢だった正義のヒロインにだってなれたんだもの。強く思い描いて自分を信じて行動すればきっと叶うはず。もしあなたと出会ってなかったら。そう考えるたびにゾッとする。好きでもない尊敬もできない人のところに嫁いでひどい人生になってたかもしれないのに、一緒になれてよかった。ごめんなさい、変な言い方しちゃった。その仲間になれてよかったっていうか。もうあなたさえいてくれたら私もう大丈夫。もしもあなたが大変な時は必ず助ける。人生を救われたんだもの。私の命に変えてもよ。やれるって思えるだけの力を自分の中に感じるの。我は汝、汝は我。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、女帝の究極なる秘宝に目覚めたり。無人の力を汝に与えん。よし、よし。
いや、なんでもない。疲れてるよな。正直、お前はすげえよ。特別だ。どんだけの敵に、どんだけの目に合わされても、まるで運命みたいに視線をくぐっちまう。こいつは使えるなんて最初は思ってたのに、今じゃここが我が輩の居場所になっちまった。お前自身が一年の居候だろ。けど嬉しいぜ。柄にもなく照れくさいこと言っちまったな。けど今夜くらいはいいだろう。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時、魔術師の究極なる秘宝に目覚めたり。無人の力を何時に与え、休もうぜ。明日に備えて。あんだけの試練を跳ね返したってのに、まだこいつは報われないのか。神様とやらがもしもいるなら、ちょっとこいつに厳しすぎるぜ。指定したペルソナ、本当に作り上げたのか。あの貧相なペルソナばかりだった囚人がこのような。一応褒めておいてやる。よくぞやり遂げました。私たちの当初の見込みを大きく超えた成果。囚人にこの言葉が適切かは分かりませんが、異形と言っても良いかもしれません。散々手がかかったが、まあ認めてやろう。さて、あなたに課す次なる刑務作業ですが、もうありません。あなたはリストにある全ての課題を成し遂げました。これで力を司る者としての私たちの役目は、力を司る。なぜこんな言葉が口をついて。頭の中に声が。ジュスティーヌ。いえ、何でもないです。少し頭が。この記憶は、このリストを書いたのは私、いや私たち。やはりこれは私たちは一体。すみません。心配ない。前に私に会ったことと同じだ。おのれ囚人、貴様が余計な口出しをするからだ。いえカロリーヌ、それはさすがに責任転嫁というもの。
最後の最後まで手のかかる囚人だ。まったく仕方ない、あれを解禁してやろう。ふっ、我らも甘いな。もしや心配されて嬉しいという気持ちを表現するのが照れくさいのですね。違うし、とにかく囚人、ここまでしてやるのだ。泣いて感謝するがいい。その、なんだ。聞け囚人、確かに貴様は問題児だ。だが、貴様が成し遂げた試練、我らは素直に感服した。あなたはその気になれば、我々すら驚かせるほどの素養を持っている。腐るな、戦え。貴様なら、必ずや構成は、いや、どんな願いもなるだろう。必ずや破滅を乗り越えてみせろ。いいな。信じているぞ、トリックスター。必ず真実にたどり着いてみせろ。待っていますよ。我は汝、汝は我、絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、豪気の究極なる非業に目覚めたり、無尽の力を汝に与えん。よし、よし、くれぐれも気を抜かないことです。ちゃんと鉄格子を出るまでが構成だ。わかったな。なんだか変な感じだよね。普通の格好で君の部屋とか。メイドのバイト、きっぱりすっぱり終わったから。それに生徒ともね、相談とか結構受けたりしてて。それで、あの話なんだけどさ、その前の付き合うかどうかの話、ごめんなさい。ちゃんと考えたんだよ。本当に嬉しかったな、あの時君が言ってくれて。私も自分の気持ち気づいたの。でも私教師じゃない。それで君は生徒だし、ただでさえ君微妙な立場でしょ。もしバレたら定額程度で済むかどうか。大切だから我慢するの。何その自信。ああもう、なんでそんな OK される前提なの。引き下がるのバカみたいじゃん。はあ、諦めるつもりだったのにさ。しょうがないな。どうしてこんな女、物好きな高校生だよね。それとも怪盗やるような子ってこういう趣味なの。だって高瀬さん夫婦の件、私にとって都合良すぎるもん。私の都合を知ってるのは君しかいないじゃない。伊達に長く生きてませんから。安心して、バラすつもりなんか全然ないし。いろんな評判あるけどさ、怪盗団は私みたいの助けてるんでしょ。君らしいよね、そういうの。最初は前歴ある問題児とか思ってたけど、一緒に過ごしてきた今なら納得できるんだ。私応援する。君は単なる生徒でもお客さんでもない。教師としての道を築かせてくれた子だもん。どんな生徒も見捨てない新しい道を。
今度こそ生徒のために、君のためにね。我は汝、汝は我、絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ汝、節制の究極なる秘王に目覚めたり、無人の力を汝に与えん。よしよし、でも人生って何が起こるか分かんないもんだね。教師からメイドになって、次は高校生と付き合うことになるとか、ご主人様から恋人になった君はさ、何かしてほしいことある？メイドじゃなくても聞いてあげる。しょうがないな。ほらどうぞ。こういうとこは年相応だね。見た目じゃわかんないね。絶対装飾系だと思ってたのに。今日さ、もう少し一緒にいてもいいよね。気がしてて、化け物ですから。でもいいんです、化け物とか巫女とかもう揺らいだりしません。私は単なる占い師、心が弱ってる方々にアドバイスするんです。運命に流されず、信念を持って新しい未来を切り開けるように。それが私が決めた私の運命です。ありがとうございます。では次はあなたが喋る番ですよ。あなたの信念、いえ回答の信念は何なんでしょう。ごめんなさい、占っちゃいました。あなたの正体、会長の改心に何か関係あるような、そんな気がして仕方なかったんです。そしたら、あなたは世界を騒がせるトリックスター、会長を倒す時に助けてくれるって占い結果に出てた人物と一緒のカードでした。ピンときちゃいましたよ。ま、タロットの解釈は自由ですけどね。でもいいんです、恋人の正体が何であっても。これからもあなたが隣にいてくれれば、私は私自身であり続けられると思うんです。だからいいんです。ただ怪盗団の運命がなんだか怪しいんですよ。アルカナが微妙な配置、行き先は天国とも地獄とも取れるような、あんなの初めてのことでした。ですよね、あなたには運命を変える力がある。それに今は私もついてます。運命を変える占い師として、あなたの不幸を回避できるよう導きます。我は汝、汝は我、汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたり、絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ汝、運命の究極なる秘王に目覚めたり、無人の力を汝に与えん。よしよし。ところでですね、
でよかったんですか？その恋人がこんな田舎者でも。基本的に敬語しか喋れないし、方言を隠そうとして癖になっちゃって、こんなおしゃれな場所慣れてないですし。本当ですか？よかった、心配しちゃったの。ああ、また言葉。あのですね、今日の二人の運勢占ってみたんです。そしたらすっごくすっごく良かったんです。だから今夜泥棒の予定がなければ、そのもっと一緒にいた方が。一緒にいてください。この後どうすればいいんでしょう。占いじゃ分かりませんでした。教えてください。考えたんだ、この前秋山くんが言ったこと。お前変わったなって。そういえば秋山くんを助けた時、不思議と逃げる気になんなかった。なんでだろうって考えてみたんだよ。あの時は必死だったし、あんま覚えてないんだけど、君だったらどうするか。あの時そんなこと頭に浮かんだんだ。君は鴨志田の時も、多分他の悪党にも。困ってる奴のために頑張ってるんだろ。だから俺もやんなきゃって、なんか自然とそう思えたみたい。破れかぶれだったけどね。俺さ、ずっと変わろうとしてた。冴えないいじられ役から必死に世間の注目を浴びるヒーローになろうとしてた。でも君と出会って気づいた。ヒーローは目立ってるやつのことじゃない。誰かのために戦えるやつがヒーローなんだ。きっと俺が本当に変えたかったのは、バレー部の時みたいに間違ってることを間違ってると知りながら見過ごす弱い自分、困ってるやつを見て見ぬふりする、そんな卑怯な自分だったんだ。ここだけの話、俺が変わったのって怪盗団が心を盗んだからなんだろ。え？じゃあ怪盗団は何もしてないってこと？マジか、はあ、でも俺が変われたのはやっぱり君のおかげだよ。怪盗団に君に憧れて勝手に協力者を気取ってたけど、本当に本物になれたんだな。俺は世界にとっていてもいなくても同じ空気、そう諦めてた。確かに俺に世界を変えたりはできないけど、自分を変えることはできるんだ。うつむいて何もできないってふてくされるか、前を向いて一歩踏み出すか。自分の世界を変えるのは自分、自分の心次第なんだね。また失敗することもあるかもだけど、君がいてくれれば何度でも頑張れるよ。だからさ、こんな俺だけど、たまには君も頼ってくれよな。世間が何と言おうと絶対に応援する。君が俺を見捨てなかったようにね。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らう。今こそ何時、月の究極なる非業に目覚めたり。無人の力を何時に与えん。
よし。よし。とっておきの依頼、用意しとくよ。今の俺が協力できるのは、まだそれくらいだけど。例のルポも、少しずつ書いてるんだ。それでいつか本にするつもり。怪盗団の活動の記録。きっと、読む人に勇気を与える。そんな内容になるよ。そしたらさ、俺も本を通して、人の心を変えたってことになるのかな。よし。じゃあ早く書き上げないと。と、その前に腹減ったし、なんか食って帰ろうよ。今度こそビュッフェって行きたいとこだけど、それは印税もらってからってことで。楽しみにしてろよ。ごちそうさま。気分転換に来たことはあるけど、ここのコーヒーこんなに美味しかったんだ。そういえば例の新薬、あっちも順調に完成に向かってる。あなたのデータかなり役に立ってるの。極めて標準的でフェアな肉体だからね。素晴らしいモルモット、いえ協力者だったよ。改めてお礼を言わせてもらう。ところで私の方はどう？あなたの役に立ってるのかな？例えば怪盗の仕事とか。受験のためなんて嘘。留置所に行って医局長に会ってきたの。それであの変わりよう、まさに怪盗の事件と一緒じゃない。あの状況、あのタイミング、正体はあなただと思っても仕方ないでしょ。警察が普通かもしれないけど、まあどうでもいいよ。問題はあなたがいなければ私は私の使命を果たせなかったこと。新薬も完成できないまま、医局長に言われた嘘に騙されたままで、それにこの町の患者たちにも出会えなかった。きっと怪盗団って医者みたいに弱ってる人を救ってるんでしょ。じゃあ私もあなたのために危ない橋を渡ってみようかしら。もっとすごい薬用意してあげる。私の体も正しく使ってくれるよね。我は汝、汝は我。汝ここに契りを結盟の絆へと転生せしめたり、絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らう。今こそ汝、死神の究極なる秘王に目覚めたり、無尽の力を汝に与えん。よし。よし。ねえ、ここあなたの自宅でもあるんだよね。部屋は2階？保護者の方は？じゃあ2人っきり？ふーん。なら往診でもしてあげよっか。まずは瞳孔を見せてもらおうかな。じっくり時間かけて見てあげないとね。若葉の命日は毎年やってたが、会いに来るのは久しぶりだな。店が忙しくてなかなか来れなくて。いや、罪悪感で来れなかったんだ。若葉に怒られる気がしてよ。けどやっと胸張って若葉に顔向けできたよ。双葉の顔も見せてやれた。随分待たせちまったが、ちゃんと
双葉と向き合えたって報告してきた。ああ、それとお前のことも紹介しといたぞ。他人事みたいに言いやがって。そういや、揃って顔を合わせるのは今日が初めてになるんだな。宗次郎、なんで半笑い？これは心から笑ってんだよ。うん、その顔好き。ああそうだ、報告しとくよ。火災から電話が来てな、双葉の叔父が訴えを取り下げたらしい。お前なんだろ。あいつもいつか嫁に行く日が来んのかね。あいつ将来絶対いい女になるぞ。なんてったって若葉の娘だからな。ったく、娘を持つ父親ってのはこんな気苦労してんのかよ。店を手伝わせるだけのつもりがよ、守るべき家族があったことまで気づかせてくれやがった双葉と、それとお前な。頼りになんねえかもしれねえけど、何かあったら遠慮せずに言えよ。そん時はお前の力になる、家族として。あとはそうだな、俺の教えられること全部教えてやる。もうお前は一人前だ。まだまだ恩を返すには足りねえが、俺にできんのはそんくらいだ。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時、鳳凰の究極なる秘王に目覚めたり。無尽の力を何時に与えん。よしよし。あとは言っとくが、双葉とそんなんとかできれば勘弁してくれな。お前にお父さんとか呼ばれるのは想像ができ。まあでもお前なら。さっきから何話してんの？何でもねえよ。お腹すいた、カレー。はいはい、帰るか。結局頭皮不正流用の真犯人が倉本の親父だってこと、週刊誌にスクープされてね。親父はこのまま政界引退だろう。もう時効なんで警察沙汰にはならないが、道義的責任があるからな。孫の弁蔵君も離党届を出したそうだ。松下が掛け合ったか、それとも党の罪滅ぼしのつもりか、あとは私の実力が試されるばかりだね。空之助、まだ始めないのかよ。演説を催促されるなんてな。私が真犯人を知りながらその公表を求めなかったくだりも記事にされていてね。20年無実の罪によく耐えたと応援してくれる人が急増しているらしい。そんなつもりはなかったのに。近くで見ていた君にそう言ってもらうのは力になるな。20年間いろいろ苦しい思いをしたが、今度の選挙で清算できそうだよ。お、こんな時間か。そろそろ始めよう。君のお手伝いだが、今回で終わりにしよう、怪盗君。それについてあれこれ言うつもりはない。私の推測の息を出しない話でもあるからね。それを前提に聞いてもらえるのなら、今は仕事に集中したまえ。そういう時期だ。教え残したことも思い当たらない。君はもう演説の達人だよ。こんな男を応援してくれるのだからと
演説術は親身に教えてきた。だがいつしか君は私の信念を支えてくれる存在になっていた。この数ヶ月の危機を越えられたのも君の助けがあればこそだ。私は政治の王道を目指す。別の道を行く君のことを思いながらだ。だがもし君がその道で困ることがあれば、いつでも力になろう。世の中を正そうとする同志として。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時、太陽の究極なる秘王に目覚めたり。無人の力を何時に与えん。よしよし。君ならきっとやり遂げられる。今までありがとう。よし、始めるぞ。お、吉田の演説が始まるぞ。私これ見るためにデート切り上げてきたんだから。皆さんにはやりたいがあるでしょうか。私はある若者に出会いました。彼は私と違う方法ながら世界を正そうとしていました。それは途方もなく大きな山です。私は彼と歩くことはできませんでした。ですがさよならは言いません。頂上で会うはずだから。彼はやりたいことを必死でやっています。皆さん、やりたいを見つけてください。私が支えます。それが私のやりたいことです。いいぞ虎之助。期待してるわよ。よし。違う、そうじゃない。大丈夫、そこは敵の気球でを狙って。いいね。もう教えることないね。一流プレイヤーだよ。お兄さんが頑張ったからだよ。僕は大して何も。いや、してるか。僕のプレイも変わったの分かる？なんか冷静になった。勝ちばかり考えなくなったからかな。実はさ、今日人を呼んだんだ。そろそろ来ると思うけど。来た。なんだよ話って。ごめんなさい。やっと分かった。僕自分勝手だった。あんなことしたんだから。できないかもしれないけど許してください。お金貯まったらすぐ返すから。どうする？それだけだから。来てくれてありがとう。行こう。待って、僕上手じゃないでしょ。教えてよあれ。じゃあ。おっと、小さい子供が楽しんでるの邪魔しちゃまずいかな。あ、プロの人。どう、久しぶりにやる？キング君、最近は歯応えのある相手が減っちゃってね。こないだの僕とは違うよ。冷静に戦える。あんたの真っ黒なアーマーもぶち抜ける。なんだ、あのデマ信じてんのか。そういうこと言えないようにしてやるよ。俺の実力で。どういうことだ、ショットに行けねえ。はい、ここ。体を狙うんじゃなくて
そしてここバカな、すげえ、チャンピオンが打てねえ。負けるぞ竹熊、キングの勝ちだ。俺が完敗だと。そのアーマー使うのやめなよ。みんな正々堂々と戦うべきだ。勝つためにルール違反するって大人でも子供でもダメだよ。やめないって言うならこのことみんなに教えるよ。僕認めない、認めないぞ。こんな負け認められるか。人生終わるんだよそんなことしたら。終わらないよ。負けてもちゃんと続きがあるんだよ。ここで心を入れ替えなよ。でないとあんた本当に終わると思うよ。誰も助けてくれなくなるよ。僕あんたにそうなってほしくない。小さいくせに嫌がるぜ。もう大会には出ない。アバよ。すごいなお前、あいつに勝つなんて。新チャンピオンだ。そんな、チャンピオンじゃないよ。大会まだだし、それに強くなったのはみんなのおかげ。そろそろ帰ろうか。みんなも帰っちゃったし。さっき嬉しかった。ずっと勝つことがかっこいいって思ってた。でも優しいのもかっこいいね。負けたら終わりじゃなかった、始まりだった。いろいろ苦しんでお兄さんに助けてもらって僕変われたんだ。今度は僕がいろんな人を助ける番。母さんとか友達とかまだ知らない人も。そしたらなれるかな、怪盗団に。やっぱり本人。大丈夫、誰にも言わないよ。今日で一緒のプレイは最後だね。教えることもうないし、怪盗団大変な時みたいだし。ありがとう、一人ぼっちだった僕なんかに声をかけてくれて。僕頑張るよ。じゃあ手出して。頑張って。我は汝、汝は我。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝等の究極なる非業に目覚めたり、無尽の力を汝に与えん。よしよし、僕のとっておきの技だよ。僕にはかなわないけど、お兄さん上手くなったからもう僕以外には負けないね。僕いつまでも応援してるから。よし、またね。おお、やっぱ景色いいな。前にカヨと来た時と一緒。ここはさ、カヨの説得に成功してコンビ組んだ、まあ記念の場所。最近記者として自分を見つめ直して、だからまた来ておきたかったんだよ。それでさ、君に話が。ごめん。部長？あの原稿通ったんだ。あんな尖ってのゴーサインか。やるじゃん。部長の協力もあって怪盗記事の特別企画やってんだ。怪盗団そのものよりもその存在を生み出した社会の病巣に迫るってなノリのジャーナリズムでね。娯楽記事に見せかけて中身は硬派ってのがいいでしょ。まずは手に取ってもらわないとさ。
上層部は反対だったんだけど、この企画かなり評判良かったんだよね。無視できない販売部数になったし、私と部長の処遇に困ってんだってさ。で、その隙をついてさらに追加記事ぶっ込むつもり。ありがとう。売り上げに貢献頼むよ。例の指導の腹心の件もこっそり少しずつ準備を進めてる。必ず真相を暴いてみせるよ。カヨに誓ってね。改めてアンガとね、諦めそうになった時、君が何度も背中を押してくれたんだよ。ここまで来れたの君のおかげね、カイトウ君。あの部長の改心、まんま怪盗事件と一緒の事象じゃん。しかもあのタイミング、狙ってやれんの君だけっしょ。そりゃもうバリバリ。ここんとこの取材で確信したんだ、怪盗団ってのは本物の貴族だって。弱者救済、悪党成敗、全部本気でやってんだよね。社会悪を暴きたいって意味では君と私の目的は一緒だろ。だから君の正体についてはする。社会悪と戦うためにここは共同戦線と行こう。君がいなければ戻れなかったよ。ジャーナリストとしての自分にね、情報操作の垂れ込み屋が私の情熱まで操作しちゃってさ、この恩はいつか返させてもらうからね。それでいつか一緒に報告に行こう。カヨに全て終わったよってさ。我は汝、汝は我、絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、悪魔の究極なる非業に目覚めたい。無人の力を汝に与えん。よし、よし。でさ、この後どうする？未成年と楽しめるとこなんてね、遊園地とか。あ、それか、そういうことさらっと言うね君。つうか今そう言おうと思ってたんだよ。料理あんまうまくないけどさ、ごちそう作るし。驚いた顔すんなって。ジャーナリストだってたまには自炊すんの。ゆっくりしたくてさ。君と美味しいもん食べて、甘いもんも食べて、ゴロゴロしてさ。その後、そりゃあまあ君の自由だよ。女流騎士協会を辞めました。アマチュアからもう一回やり直しです。しょうがないです。大人に利用されただけってかばってくれる人もいました。でも一番悪いのは私、私が過信していたからなんです。自分をきちんと見つめて自分の気力を分かっていればよかった。アイドル扱いが嫌だったのも将棋の実力だけでのし上がれると思ったから。お母さんのこと何も言えません。八百長が分かった後もあなたは私を見捨てないでいてくれた。誰かに信じてもらえるのってこんなに心強いものなんですね。新手開発の手助けと将棋の指南、最初はただの取引だったんですけどね。でもいつの間にかあなたは私にとってかけがえのない人です。私もうヤジは気にしません。今度こそ実力で周りを認めさせてやります。こんな風に考えることができたのも
あなたがいてくれるからです。感謝しています。我は汝、汝は我。絆は反逆の翼となりて、魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、星の究極なる秘王に目覚めたり、無人の力を汝に与えん。よし。よし。では、最後の指南を。私の指南があなたの役に立つこと、いえ、怪盗団の役に立つことを心より願っています。ええ、お母さんのことあなたに話してお母さんが変わった。これが偶然じゃないことくらい察しがつきます。私にできることがあったら今度は私を頼ってくださいね。応援しています。あなたのなすべきことをね。それでなんですけど、正義の味方ならそれって皆さんのために忙しいですよね。私も恋愛禁止はなくなりました。今だけは私だけのあなたでいてください。この前のことですけど、本当にありがとうございました。自分のことも知ることができて、だからちゃんとお礼を言いたかったんです。家庭の問題に口挟みやがってよ。まだ言ってるよ。もちろんショックだったけどさ。でもそれで僕を引き取る気になったんでしょ。じゃあいいじゃん。いいじゃんってお前が。もっと前に言ってくれれば脅されることもなかったのに。親とか師匠ってのは一生ついて回るもんなんだよ。俺もダメな両親のおかげで赤の他人に疲れたり、それを言い訳に。僕の父親はダメじゃないけど、ミリタリーショップの立派な店長だよ。うるせえ、分かってる。結局俺の一人相撲だったのか。生まれだの育ちだのそんなもんにとらわれてたのはよ、カオルを見る目が歪んじまってたんかもな。ガキの頃の思い出や腐ってた自分自身のせいで。許してあげるよ。お前なんか性格変わってねえか。どうしてここまで父に協力してくれたんですか。父から聞いたんです。津田さんの情報とか集めたんでしょ。その筋の人の揉め事に関わるなんて、普通そんな危険なことまでするかな。怪盗とかなら話はわかるんですけどね。義賊っていうの？怪盗って弱い者のために戦ってるんだし、みんないろいろ言ってるけど、僕は怪盗団をかっこいいと思ってて。あ、セクハラ教師の事件も囚人だし。カオル、時間だ。スーパーは閉まっちまうぞ。今日の晩飯、お前の当番だろ。やば、失礼します。ガキってな成長が早い。生意気に育っても困るが、面白いもんだな。さて閉店準備だ。お前シャッター下ろせ。津田も急に変わったよな。あんまニュースは見てねえけどよ、まさにあれが改心なんじゃねえか。津田が改心して助かんのは俺だ。だがそんな事情を知ってんのは他に誰がいる。どうするかな。
まあ安心しろ、あんなもんの正体なんざ知ったことじゃねえ。だが騙されたもんだぜ。マニアだかなんだかはブラフだったんだな。ただの手駒で雇ったのに、いつの間にかカオルの兄貴分か。その怪盗団ってのは俺の銃で悪党を倒してんだろ。困ってる奴を助けるためか。面白い。例の特別メニュー、今まで以上に力入れてやってやるよ。借り作ったままは嫌なんだ。お前だけにとっておきの仕事をしてやる。それが俺にできる支援だからな。我は汝、汝は我。絆は反逆の翼となりて、魂のくびきを打ち破らん。今こそ汝、軽視者の究極なる悲哀に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。よし。よし。モデルガンで何すんだ。鉄火場に必要なのはエアガンだろ。ナイフもレプリカに過ぎん。デパートの包丁より役に立たねえぞ。本当に変わったやつだぜ。閉店準備の途中だったな。さて、やるか。